うさぎの耳は走っているとき、立っているでしょうか、それとも寝ているでしょうか。答えは立っている。みんなも走ると体が熱くなるよね。人間は汗をかくけど、ウサギの場合この耳で上がりすぎた体温を下げているんだ。ウサギの耳には毛細血管という細かい血管がたくさん走っている。だから耳をピンと立てて風にさらして体温を下げるようにしているんだ。ゾウもよく耳をパタパタさせている様子、テレビで見たりするよね。ゾウも耳で体温を調整しているんだ。ゾウの耳にも細かい血管がたくさんある。耳をパタパタさせて仰いで熱を逃がしているんだ。今日も見てくれてありがとう。またねー。